中国不是韩籍，中国不是韩籍，中国不是韩籍。内藤証券中国株情報。皆さんこんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。この放送は東京日本橋兜町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110からの生放送でお送りします。そして今日も内藤証券中国部の千原康弘さんと一緒に番組を進めてまいります。千原さん本日もお願いいたします。よろしくお願いします。それでは先週から今週にかけての中国株式市場の動きを振り返ってまいります。まずは本土市場上海総合指数です。先週10月25日火曜日の割値 3131.938 ポイントから、昨日11月2日の割値は 3122.436 ポイントで 0.3% の下落となりました。代わって香港のハンセン指数、こちら25日の割値 23565.11 ポイントから、昨日2日の割値 23147.07 ポイントへ、こちらも 1.8% の下落です。両市場とも下落となりました。ではこの動きについて解説お願いします。はい、ではまず上海総合指数の方から見ていきたいと思います。はい、お願いします。上海総合指数はですね、10月の26日から31日まで4日続落でした。10月24日から始まった中国共産党の6中全会は、まあ、議題がですね、政治的な内容にとどまりまして、はい、経済関連のサプライズがありませんでした。これが4日続落の背景にあった模様ですね。しかし今週11月、1日ですね、昨日なんですが、5日ぶりに反発しました。はい、この日に発表された製造業 PMI が市場予想を大幅に上回ったことを好感したんですね。こちらがですね、その、製造業 PMI の推移なんですが、はい、赤線の CFLP 製造業 PMI と、青線の在新中国製造業 PMI のいずれもですね、51.2 となりまして、市場予想とかあと前月の値を大幅に上回ってですね、どちらも2014年8月、8月以降で最高の水準となりました。まあ、詳しく内容を見てみますと、外需は低迷していたんですが、内需がですね、大きく盛り返したようですね。はい、そして続いて香港市場の方なんですが、ハンセン指数はですね、10月31日まで5日続落ですね。28日には2ヶ月ぶりに終値が不振目の2万3000ポイントを割り込みました。その背景には、アメリカ大統領選をめぐるですね、不透明感のほか、原油相場の下落、ドル高などがありましたね。昨日は製造業 PMI の上振れを好感して、まあ、6日ぶりに反発しています。はい、3日ぶりに2万3000ポイントを回復しましたね。でこちらが、マカオのカジノ統計なんですけど、昨日発表のものです。はい、10月はですね、前年同月比で 8.8% 増となりまして、3ヶ月連続のプラス成長となってますね。はい、これを好感して昨日はカジノ株が堅調でした。まあ、長年低調だったカジノ株、ようやく取り戻してきているようですね。はい、はい、ここまでは本土市場そして香港市場の動きをまとめてお伝えいたしました。この後は知って得する情報コーナーです。内藤证券中国股市行情。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げています。さあ千原さん、今週の話題をお願いいたします。はい、今回はですね、中国本土から香港に流れるマネーをめぐる問題について話をしたいと思います。はいはい、こちらはですね、あの人民元相場の動きなんですが、中国は IMF ですね、国際通貨基金に特別引き出し券のこう SDR ですね、これの採用に向けてですね、はい、昨年8月11日にオンショア人民元の基準値の決定方法を変更しました。はい、これでですね、人民元相場は一段と市場原理に任せられることになったのですが、アメリカの利上げへの警戒感を受けて人民元安がですね、ご覧のように続くことになったんですね。はい、で昨年8月上旬の人民元相場は、だいたい1ドル 6.2 香港ドルだったんですが、すでに1ドル 6.8 元付近ですね、まで、人民元安が進んでます。まあ、この間の下落率は、まあ、10% 近くに達してるんですね。で中国政府は人民元をこう買い支えたんですが、
最近ではそうした動きも止めています、はい、でこちらはですね、その人民元相場と中国の外貨準備高のグラフなんですが、2014年6月末は3兆9900億米ドルあった外貨準備高なんですが、2016年9月末は3兆1700億米ドルでして、この間に8000億米ドル余りが消えてしまったわけなんですね。で、まあ、中国は準備外貨をこれ以上使うわけにもいかず買い支えを止めているようですね、はい、まあ、急速な人民元安ですが、なぜこうした事態になったんでしょうか。それはですね、アメリカの利上げが最大の要因ですね。アメリカ経済がこう好調な上にですね、金利が上昇傾向に入っています、はい、これを受けて中国本土のマネーが海外に流れ出して、まあ、人民元安が進んだんですね、そして人民元安が進みますと、中国の富裕層などは資産を防衛するために海外資産を持とうとします、はい、これがさらなるその人民元安を生むという悪循環に入っているようですね。で、まあ、こうしたマネーの流出に対処するため、10月下旬に新しい政策が打ち出されました、はい、それはですね、中国本土の住民による香港での保険購入をやめさせる政策なんですね。で、香港の保険会社はインターネットを使って中国本土で保険商品を宣伝してます、広告ですね、こうした行為は香港では合法なんですけれど、中国本土では違法行為に当たります。そうなんですよね、はい、ですので香港の保険を買っても中国本土でからは、まあ、その保険契約を保険会社に遵守させる手段はないのですが、それでも香港の保険は大人気なんですね。で、こちらはですね、その中国本土住民が香港で購入した保険商品の推移ですね、はい、金額ベースです、昨年の10月から12月期ですね、このあたりから、はい、増加傾向が強まりまして、今年4、6月期は前年同期比で 138.9% の増加となりましたね。香港で販売している保険商品、確かにたくさん売れているようですよね、はい、でも法的に問題があるのにこう売れるのはなぜなんでしょう。やはりですね、その海外資産ですね、これを持ちたいというのが第一の理由ですね、人気がある保険商品は投資性が強くてですね、はい、外貨建てなんですね、その中国から見た場合ですね、まあ、法的にはグレーなんですが、それでも香港の保険会社を信用しているわけなんですね、でこうした状況で業績を伸ばしているのが香港に上場するアメリカ系保険会社の AIA なんですね、はい、最大手ですね、はい、でこれはですね、半期ベースで見た AIA の新契約価値の推移なんですが、はい、事業別地域別でですね、ちょっと色分けしてます。で 新契約価値っていうのは、新たに獲得した保険契約の契約時点での価値を示してます、はい、でこの中で注目していただきたいのは、まあ、一番下にの方に広がってる青で示した香港ですね、はい、で一番右にある、2016年5月末までの6ヶ月を見ますと、香港は全体の AIA 全体の約 40% 占めてますね、で前年同期比での増加率は AIA 全体で約 29% なのに対し、香港に限りますと約 60% に達してるんですね。つまりその香港で急速に新契約がこう伸びてるんです、はい、でその背景にはその中国本土からの保険購入者が押し寄せてるからなんですね。まあ、AIA は中国本土からの保険購入者で潤っているということなんですね。でもこうした流れを止める政策が出たわけなんですよね。一体どんな政策なんでしょう、はい、それはですね、その中国本土の人々が使う銀聯カードの使用を制限するというものなんですね、はい、どんな関係があるんでしょうね、はい、10月28日に流れたニュースによりますと、投資性の強い保険商品を香港で購入しようとする場合、銀聯カードを使用できなく措置使用できなくするという措置が取られたんですね、はい、でこのニュースを見て AIA の株価は週明け10月31日に、前日比で 4.8% 安となりました。でこれはですね、その AIA の株価の推移ですね、日足なんですが、はい、実は銀聯カードは以前から海外での使用にこう制限が設けられてきたんですね。で昨年の9月にその中国の外貨管理局は、銀聯カードを使った外貨の引き出し額を毎年10万元以内に制限しました。海外での引き落とし額ですね、はい、でこれは明らかに香港で その保険商品購入を抑えるのが目的でして、この時も AIA の株価は大きく下げました。
そして続いてその今年2月なんですが、はい、海外の保険会社での銀聯カードの利用について、1回につき5000米ドルまでという制限が新たに加えられたんですね、はい、でこの時も AIA の株価はまあ大きく調整しましたが、まあ、それでも香港の保険を購入する流れがこう止まらずですね、株価は上昇を続けてきたんですね、うん、はい、で今回まあ10月って丸つけてるんですが、全面的な使用禁止策を受けて AIA の株価は大きく窓を開けてこう急落してますね、うん、でこちらなんですが、10月29日と30日の香港の保険会社の店頭ですね、イギリス系の保険会社なんですけれど、銀聯カードが使えなくなるというニュースを受けてですね、中国本土からの旅行者が最後のチャンスをものにしようとこういうふうに押しかけてきたんですね。でなおその銀聯カードは、まあ、週末は使えたようなんですけれど、もうすでに使えなくなっているようでして、まあ、香港の保険会社も、まあ、ため息をつくばかりというような感じですね、うん、なるほどね。しかし中国では上に政策あれば下に対策ありなどとも言われますよね、うん、はい、こうした措置を取っても何か別の方法でどうにかしてこの保険を買おうとする、そんな動きがあるんじゃないでしょうか。そうですね、その最も簡単 なんかやり方は、まあ、銀聯カードではない別のカードを使うということなんですが、まあ、香港の保険会社によりますと、その純粋なですね、本当の意味で そのビザカードとかマスターカードは現在でも使用できるそうです、ただしこれね、本当のビザカードカードとかマスターカードというのは中国本土であまり普及してないんですね、で一方ですね、よく普及しているそのビザとかマスターのマークとですね、あと銀聯のマークがこう一緒にこうくっついているダブルブランドカードですね、はい、よく見ますね、はい、それはですね1回につき5000米ドルまでという制限がついてます。あれはなんか事実上銀聯カードですからね、だから一見ビザのマークがあったとしても一緒に銀聯がついてたら使えないってことですね、そうなんですね、はい、で現在のところこの、ダブルブランドカードっていうのは、まあ、制限はあるんですが、まあ、何回でもこうやってこう使えまして、まあ、今のところなんですけどね、ただ今後は使えなくなるっていう情報が出てますね。はい、でカードではなくその現金をですね、中国本土から香港に持ち込むという方法もあるんですが、そうですよね、はい、海外への現金の持ち出しは2万元を超えることができないんですね、もしそれ以上の現金を持ち出そうとすれば税関で差し押さえられる可能性もあります。そうですね、はいはい、それ以外では地下銀行という手段があるんですが、これはまあかなり危険ですね、はい、まあ、つまり純粋なビザカードやマスターカードでないと難しいということですよね、はいはい、現在のところ普及してないようですけども、これを機に普及するかもしれないですよね、うん、まあ、確かにそうかもしれませんが、うん、まあ、それにはやや時間がかかりますね。でその間も金融マーケットというのは動いてるんですから、はい、まあ、人々は迅速な方法を選ぶと思います。でその中で一つの有力な候補なのが、まあ、ビットコインですね。ビットコイン、はい、でこちらはですね、人民元相場とのこうチャートなんですけれど、ビットコインは2013年末にこう急騰しまして、その後は2014年末頃まで大幅に調整しました、はい、ところがですね、2015年の下期から再び上昇してますね。で今年10月31日は価格は1ビットコイン 702.1675 米ドルでして、まあ、昨年末からの上昇率は 62.5% に達してます、はい、でこの間にその人民元の対米ドル相場ですね、緑の線と赤い線なんですが、うん、大幅に下落してまして、本土マネーがビットコインに向かっていることはまあ明らかですね、はい、で中国本土の人々にとってビットコインは比較的容易に購入できるその非人民元資産である上にですね、うん、中国本土で購入して海外で外貨に交換することも可能なんです、つまり中国の規制を回避することができるわけなんですね。なるほど、はいはい、だからもしかしたらですね、やがてはビットコインに対応する香港の保険会社も現れるかもしれませんね。ですね、はい、そのビットコインというのはリスクは高いんですが、うん、銀聯カードの使用規制がですね、どんどん強化されていけば、はい、まあ、リスクを取ってでもですね、ビットコインを使おうという動きが加速するかもしれないですね。わかりました、はい、本日は中国本土から香港に流れるマネーをめぐって詳しくお話しいただきました。それでは本日はこの辺で失礼いたします。千春さん、どうもありがとうございました。 ありがとうございました。